様ありがとうございます。お元気でお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。私の住まいの近くは、この 2,3 日大変強い雨が降りました。雨も生活の中においてとても大切なものではありますけれども、本当にいつもいつも雨に感謝ができているかっていうと、私などは自信がございません。さて、私どもの総裁谷口清張先生が次のようなご文章をお書きくださっておりますので、皆様にもお届けしたいと思います。日々これ口実というタイトルでお書きくださっている内容です。雨が降る日は天気が悪いと一体誰が決めたのか。カラカラに乾き上がった畑は雨が降る日は天気が良いのだ。そのような良い天気に恵まれたと言って感謝する人も多いのである。では晴れた日は天気が悪いのかというと、決してそうではない。雨の日も風の日も晴れた日も秋も冬も夏もいつも天気が良いのである。いや、良い天気なのだ。それが分かれば日々これ口実、毎日毎日が喜びの連続となるのである。このご文章を読ませていただきますと、反省すること多ございます。さて、前回皆様とご一緒いたしましたのは、人間つまり私たちの本物について、学んだように記憶いたしております。その、人間は例えれば宇宙の生命が咲き出た花であると、まあ、そのように皆さんもお聞きになったことがおありかもしれません。私もこの言葉を大変大切に思っております。ここにこのようにオープンザドアという本があります。あ、失礼いたしました。オープンザドアスオブユアライフ、ごめんなさい。その中に、このような内容を先ほどご案内いたしました総裁先生が、お書きくださっております。本当の我は決してなくならないところの不滅なる神の子の命であって、これがちょうど朝顔の種が次第に発芽して大きな花を開くように現象面に開いて表現されてくるのです。その現れが現象の我であり、したがってこの現象の我は進歩発達し向上するのであります。皆様が日々向上を願われる、そのことはとても尊いことであるということがここに書かれているように思います。その人間、私たちが毎日をこうして自然の営みを感じながらご一緒に生きているわけでございますけれども、成長している、つまり伸びている、それはどういうところに原因があるのか、それを少し皆様とご一緒に学ばせていただければと思います。ここに、生命の実相というご本がございます。この中にこの成長の絵をお始めになられた谷口正治先生が次のようなご文章で表現をくださっているところがございます。生命権限の法則に従って生きる人々の家々は皆成長の家であると書かれています。皆様のお家もきっとそうでいらっしゃるんではないでしょうか。それについて、なぜならと
と書かれています。なぜならその家は成長するからである。家族の一人が成長の家の私有となるとき、その人の属する家族全部が成長の家となるであろう。なぜならその家庭は生命の成長の法則に乗るからである。成長の家の生きる道は私が始めた道ではない。おおよそ宇宙に生命が発現する限り、そこに道があり法則がある。この道こそ成長の家の生きる道である。道とは宇宙に満ちて存する言葉、生命の波動ですね、であり、偏在する大生命の創価の原理であるから、それはいかなる宗派とも衝突しないで、またいかなる宗派の人々といえども踏み行わねばならぬ生活の原理であると書かれております。ここにありますお言葉のように、成長の家ではいろんな宗派の方々がお集まりになられて、ご一緒に楽しく学んでおいでになります。どうぞお近くの成長の家の拠点をお尋ねくださいますようにお待ち申し上げております。ではまた続きは次回にご案内いたします。ありがとうございました。